この国でね、まともにね、こう政治を語るっていうことがどれだけ難しいか。君たちは勝手に自分たちで壁を作って、勝手にね、なんか知らんけど政治活動をやると、途端に、いや、それやるとこう、この今後の仕事に差し障りが、何でもかんでも自分たちで作って自縄自縛に陥ってんで、堕落していく。これ何度も繰り返してるでしょうに。何度も繰り返してるのは君たちなんですよ。意固地になってるっていう感じですよね。で、そういった意固地になった人間を、こう、解きほぐしてね。で、良い子、良い子ね、頭をなでなでして、君たちはね、立派な日本人にだーとか言ってね、やる時間がないんでね。だからそういう人間はみんな切り捨てですが。当たり前でしょうに。そういう人間を切り捨てていかないと、20年運動なんか絶対にできないんですよ。もう、仕事と遊びにしか興味がないっていうですね。で、政治のことについて、君たちはね、その中でも何とか政治のことについて、こう考えたい、何とかしたいっていうね、気持ちはあるんですよ。まあ見ててはよくわかりますからね。でも誰かがこう引っ張ってってあげないと、なんていうの？その自分たちの政治信条っていうのを表に出せない。まあだから弱虫だって桜井が言ってるんですよ。何度も言うけれども、桜井は20年前一人でやってたんだ。一人でやらないと誰もいないわけですからね。それを考えたらね、今の君たちってすごい恵まれてるんですよ。君たちは少なくともね、桜井がね、20年前にね、まあ何度も言って申し訳ないけど、秋葉原でね、メガホン7万、8万だったっけ？で買ってですね、たっけったらあれですね、今だったら1万ぐらいで買えるんですけどもね、それ買ってね、有線のやつで買って、で、道のね、辻立ちのところでね、もう本当にこう一人でね、こう今の日本についてね、訴えかけるわけですよね。それに比べたら君たちはもう本当になんていうの？いろんな可能性があるわけですよ。20年前からね、我々が道を切り開いてきたわけですよね。もう君たちだって好きにね、こうやろうと思えば凱旋だってできるしね。で、やろうと思えばデモだってできるし、何だってできるっていうことを証明してきたわけですよね。だったらね、だったら君たちもやってほしいっていうのが桜井の願いなんですよ。もちろんね、最初は一人ぼっちです。もうそれはしょうがない。だって私だって一人で始めてるわけですからね。だからそこからね、続けていくことなんですよ。一人だからっていうんで、それをね、もう一回やって、ああ、もうこれで誰も来ないからいいやって言って諦めるか。あるいはそれをね、ずっと続けるかなんですよ。もちろんずっと続けてくれてる人たちもおります。もうこの人たちにはね、本当ありがたいと思うけれどもね。でもそれはごく一部じゃダメなんですよ。みんなでやらないと。みんなでね、少しずつでいいから、例えば週に1回が難しかったら月に1回でいいんですよ。で、一人でね、こう凱旋やる。で、誰もね、聞いてくれないっていうので悲しくなってくることもあるかと思いますけれどもね。それでもやり続けること。そうすればですね、仲間は自然と集まってくるんですよ。半年1年ね、ずっと同じこと続けていれば、必ずですね、その自分に興味を持ってくれる人がいるんですよ。で、その人たちと少しでもね、仲間の輪を作ることなんですよね。そこに持ってくまでが、時間がかかるし。で、何よりもね、こう、勇気のいることですよね。いや、だからね、今のね、日本っていうのを見てると、もう取り返しがつかない状況ですよね。引き戻しが効かない状況になりつつあるんですよ。それでも君たちは何とかしたいんでしょうに、この日本をね。だったらね、だったら少しでもいいから、その日本をね、より良くできるためにですね、凱旋でもいいし、あるいは行政交渉でもいいから始めることなんですよ。まあみんなはね、どうしてもこう、凱旋がね、一番頭に来ると思うんですよね。動画とかね、そういうのを見ててね、あ、凱旋が一番いいにだーと思ってる人もいるかもしれない。でもね、桜井が言ってるようにね、行政交渉の方が本当はね、よっぽどね、あれはね、効くんですよ。行政交渉をやられたらですね、役所は報告を上げざるを得ないんですね。だから誰かが来てですね、んでそこでですね、役人にね、生活保護のことについて、ああでもない、こうでもないと言いましたにだーと言ってもですね、そこで終わりじゃないんです。あれ報告書出さなきゃいけないんでね。で、それでもまだね、君たちが不満だったら、もう最初からね、例えば役所に対して、その回答を求めるためのね、文書を書いとくこと。で、文書、向こうは文書主義ですから、その回答をね、求められたら、文書で返さざるを得ないんですよ。やれることをね、一人一人がやっていけば、こんなことにはなってないんです。やれることをやってないから、こんなことになってるんですよね。上級国民はもう下級国民のことを死ねと言ってるのに等しいんですよね。そうかと思えば、役所に行けば日本人はですね、生活保護冗談じゃない。あんたたちね、面倒見てくれる人に面倒見てもらえや。で、終わりなんですよ。いや、もうこれが役所ですから。役所って人を殺すためのね、ところですからね。だから市役所っていうでしょ？ね。人を殺すのが市役所の仕事ですから。いや、だからね、
一度や二度ね、役所に行ったからといってね、それで物事が変わるわけじゃないし、あるいはね、五度十度と言って変わるわけではないかもしれないけれども、何度も行くことなんです。何度も行って、何度もね、相手に尋ねること。だからもう役所に行くときには必ずですね、レコーダーを持って行くことですね。まあ今レコーダー安いのはね、もう本当に1000円2000円で買えますので、レコーダーを持ってって、で、役所との会話を録音することなんですよ。で、これがきっかけで横浜の役所がですね、嘘ついてですね、水際作戦。だからもうなんていうの、申請書さえ渡さなかったんですね。で、それが、もしこれ録音してなかったら言った言わないになるんですけど、録音してたんで、そのテープが流れて、市役所の人間がこう謝罪に追い込まれてるんですよね。だからね、自分の身を守る意味でもね、その時の会話をきちんと録音しておくことですからね。いや、もうね、これ以上ね、日本人殺すわけにはいかないんでね。いや、上級国民が勝手に死ぬ分にはいくらでも死んでもらって結構ですけどね。ただあんたね、この貧しい国民が首吊って死ぬっていうですね。それもあんた誰からも援助がもらえない。生活保護がもらえないと言って首を吊るっていうね、この悲惨な死に方だけはですね、止めなきゃいけないんですよ。それはもうね、正義感とかなんとかじゃなくて、人間として当たり前なんですね。人間としてこんなことは許されないっていうですね。一番最初に申し上げた通り、外国人への生活保護、これを絶対に食い止めます。いいぞ、当選だ、いいぞ、外国人への生活保護、これは東京都知事の決断があればいつでもできるんです。それを今までやってこなかったんですよ。こんな非道な話ありますか？日本人が生活保護がもらえない、福岡ではですね、もうすでに2人餓死しております。2人ですよ、皆さんと同じ日本人が餓死してるんです。一方、外国人、この東京都では1万1200人以上の大勢の外国人が毎月毎月生活保護をもらってる。平均すると月17万円もらってるんですよ。さらに今言ったのは直接もらえるお金であって、皆さん国民健康保険入ってますよね。しかしね、生活保護受給者は受給証明書1つ出せば、そうすれば医療費タダになるんですよ。公営の住宅に入れば家賃もタダ、このように見えない形で支給されているんですね。ですからこれを普通の家庭で換算すれば、何もしないで生活保護月に20万から30万ぐらい手取りでもらってるっていうことなんですよ。そしてもちろん生活保護受給者である以上、税金はタダです、無料です。この生活保護を外国人がもらっている、一方日本人はもらっていないんですよ。それを如実に表しているのは受給率という、日本人がですね 2% ですか、に対して、例えば在日外国人のうち日本を罵り続ける在日韓国人、朝鮮人、彼らがもらっている率はなんと 14.6% です。これ分かります？自分の国の人間よりも外国人が優遇されてるという動かぬ証拠なんですよ。私が東京都知事になりましたら必ずやります。一番最初の命令、都知事に就任した際の命令は、外国人に対する生活保護の窓口を閉鎖させます。行こう、閉鎖させなきゃいけないんですよ。日本人が苦しんでる時に外国人を優遇させる、こんなバカなことは絶対にあっちゃいけません。どうだ、